Hello? Hello? Hello everyone? This is Bernadette from Don't Speak Me Kirin. And today I'm just doing a quest in Imaginary Scramble event in FGO Fate Grand Order. I have no idea who my opponent is. ここに水産、満足するまで遊び倒します。 これぞ大軍師の究極陣地。破ってみせる。罠だ。なんか簡単すぎる。 楽園の端にようこそ。招待。オーケー。星の宇宙物語。楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者々に通るがいい。ガーデンオブアバロン。セイ。 切り込む。君に全チップをかけよう。頼むぞ。リラックス。
And then replace this with Emiya. Okay, let's go. さてギャンブルだ。得意だけどまずは様子見といこう。うん、では。さてカウンティングオーバー。君に全チップをかけよう。頼むぞ。つまらん。計略だ。罠だ。なんだ。なんだ。簡単すぎる。おっと。I will use poison against you. Merlin.これぞ大軍師の究極陣地。破ってみせる。なんだ。なんだ。なんだ。簡単すぎる。バーサーカーだから。チャンスだろ。どうだ。フィーッ。狙い通りだよ。そう大したロスにはならなかったな。予定に変更はなしだ、マスター。
I think no more enemies at this point. Lancer, huh? Oh damn, I forgot. Rider, so I cannot use casters support. There's 10 of them. あいにく忙しくてね。こっちはパパッと片付けよう。くっ。うん。では。キュー招待。クラッハ。計略だ。最高のカードは君。 OK、 ご要望とは無人お見せしましょう。切り込む。どうだい。レイオーバーツー。
っと。これぞ大軍師の究極陣地。破ってみせる。そこは壁もなく城もなく、国世代の始まりの空。魂の在りかを見せようか。ガーデン・オブ・アバロン。セイ・トヤノ。さて、カウンティングオーバー。クレッハ悪いね。つむじナテンゴ。ここまでか。あとにして不屈。我が腕は王のため。不屈にして不屈。はっ。オーケー。豪快にひらめいた。と。切り込む。ハッピーエンドの話をしよう。セイ・トヤノ。星の宇宙に物見の見楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者のに通るガーデン・オブ・アバロン。つむじ楽園ゴー。Damn. いつもより多めに。おや、ガッショータイム。切り込む。セイ、トヤノ。ピース、ドン。アグ。アグ。リラックス、リラックス。ショートガンホー。セイ、ファイナル。
法無事下法にはお見せしましょう。お任せください。剣圧にて海を断つ。ヤグラのごとくクジラも大入道御殿さん、いざ魔剣破り受けたまわる。かけまくの賢き水の司祭や風の貴公子よ、夏日節の大輪をひとしずくの狂気に変えて、今ひとたび精神の人間の座へと導く。ワッカーナゴースターゲン、ベッセールナット。切り込む。楽園の端にようこそ。そこは壁もなく城もなく、国世界の始まりの空。魂の在りかを見せようか。ガーデン・オブ・アバロン。セイ・トヨロ染めるぜ。おっと最高のカードを君に。ご要望とあらば。ヒュ招待。切り込む。クレハ。セイ。おっと。お見せしましょう。クレハ。剣圧にて海を断つ。ヤグラのごとくクジラも大入道御殿さん、いざ魔剣破り受けたまわる。おっと、やだ。This is going to be difficult. No, 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 no
Okay, finally. But I have to admit, it's taking a while. ギャンブルだ。得意だけどまずは様子見といこう。オーケー。ご要望とは。つむじ。If I'm not mistaken, that goes to his mana. Okay. One up. Bad, ne?君に全チップをかけよう。頼むぞ。さて、カウンティングオーバー。2.1 秒夏のせいって。Your name is Yuga Kshetra!
水しぶき、かわいい女の子、うん、水着大好き。ねえ、戦いも観光も涼やかなものがいい。くうん、では、おや、ご要望とあらば。切り込む。罠。切り込む。物理で殴るだけ。セイフトヤオ。これぞ大軍師の究極陣地。破ってみせる。つむじ。ハッピーエンドの話をしよう。豪快にひらめいた。切り込む。星の宇宙、物の宇宙、楽園の端から君に聞かせよう。罪なき者に通るガーデンオブアバロン。剣圧にて海を去る。ヤグラのごとくクジラの大入道土剣山。いざ魔剣破り受けたまわる。ガーホン。行くかい。だ悪いね。疲れたかい。あとはゆっくりいい夢を見るといい。